今週の青学、今週の金曜日からついに授業開始ということで、もう長い夏休みはもう終わってしまうんですね。9月の14日からですね。なぜか金曜日から授業を始めるっていう ね、 17日は敬老の日も授業が、そう、3連休じゃなくて月曜日も授業あるんで、皆さん気をつけましょう。そうなんですかね、普通の休日と間違えないようにしたいと思いますね。で、授業がついに始まるってことなんですけど、履修の方は結構順調に決まってますか？いや、まだ全然決まってなくて、つい夏休み気分でもうすっぽかしてますね。で、なんか明日、ものによっては、9月13日の木曜日の20時までに締め切りの青スタの締め切りのものを授業があるんで、まだの人はどんどん一緒に決めていきましょう。そうですよね、抽選とかあったら忘れちゃって取れませんでしたとかあったらもう大変ですからね。特に1年生とか、まだ教養コアとかあると思うので注意してもらいたいと思っております。ね、大事ね、青スタは絶対、そう、先輩からも言うけど、私3年生なんですけど、青スタはもう大事です。抽選で落ちたら来年とかにも引きずるんで大事にして、じゃあ授業に切り替えていきましょう。はい、皆さん頑張って授業を受けましょう。じゃあ、バイバーイ。